皆さんこんにちは、田中ひなです。今日は私の最近のお気に入りアイテムをご紹介していこうかなと思います。最後まで動画を見ていただけると嬉しいです。それではスタート。今回は割とこうスキンケアアイテムとかそういった感じのものが多めになっているんですけども、まず一つ目がこちらですね。ヘアオイルです。ヘアセットをした後に私は使うことがほぼなんですけども、このメーカーの私は3番の香りを使っています。この3番っていうのがこう乾燥だったりだとか、まあ、カラーリングだったりパーマとかでダメージを受けた方とかに結構使いやすいっていうことだったんですけど、私結構髪質が猫っ毛なんですね。で結構ペタってなりやすいんですけど、全然3番すごい使い心地がよくって、重たくないんですよね、オイルなのに。今までオイルとか結構好きで使いたいなと思って使ってたんですけど、ちょっとつけすぎちゃうとベタっとなっちゃったりだとかする髪質だったので、いろいろ探してたんですけど、このオイルはすごいその私の髪質でも使いやすくってまとまってくれるし、ツヤも出るし、で重たくならずにこうちゃんとサラッとした感じも出てくれるので、とっても気に入ってます。何より本当に香りがいいんですよ。この3番が私美容室で購入したんですけど、金木犀の香りで一番人気っていう風に言ってあったんですけど、本当に癒されます。で本当香りが結構続いてくれるなっていう風にも思っているので、もうこれ髪の毛につけてるだけで、すごい香りとかも出てくれていいなっていう風に思っているヘアオイルです。上のね、付属のこういうチューブみたいなものがついてるので、それをつけておいてこう手に出してあげる、なじませて、私はもう毛先中心、内側中心につけてあげてるっていう感じです。すごい本当におすすめです。もうインスタグラムとかでもね、結構使ってる方も多かったり、美容師さんとかもたくさん紹介してあると思うんですけど、ずっと気になってて私も買ってすごい良かったなと思っているアイテムです。これは市販とかで売ってなくて美容室とかで購入する形にはなると思うんですけど、もしぜひ美容室に行ってみて、気になるなって思った方は試してみてください。他のはね、ちょっと私試したことがないので、その感想はちょっと言えないのが申し訳ないんですけど、とにかく3番はめちゃくちゃ香りがいいのでおすすめです。で続いてがリップなんですけど、今私もねつけているこちらのエスポアのリップです。商品名がエスポアクチュールリップティントシャインというもので、04番のグッドイナフというカラーを私は今使ってます。ツヤタイプのティント系のリップになってます。最近ほんとマット系のリップが多くって、なんかそれが一番しっくりくるなって思ってたんですけど、久しぶりにツヤのタイプでめちゃくちゃいいって思うものに出会いました。本当に発色が見たままの色で、持続性はねもちろんティント系なのであるし、ティッシュオフしてあげるとマスクにもつきにくかったのですごい良かったです。で気になるこう乾燥だったりとかも個人的にはそんなに気にならなかったかなって感じでした。まあ下にリップバームちょっと重ねておいて、ティッシュオフした後に使ってあげたりとかする方法で使えばそんなに気にならないんじゃないかなと思いました。本当にねパキッと色が出てくれるので、それがすごくツヤ系の中でもいいなって思ってるのと、本当に薄い感じなんですよね、つけ心地が。重たくないのもとってもなんか今のこのちょっと暑い感じの時期的にすごい使いやすいなと思ってます。なので本当最近気に入っているツヤのリップって言われたら、私はこのエスポアのティントのリップかなって感じでした。続いてこちら、エトボスのミネラルマルチパウダーミモザオレンジというものなんですけども、もともとこれ違うカラーも私持っていて、このミモザオレンジっていうものをね最近ゲットしました。アイカラー、チークカラー、リップとかにもポンポンポンって使ったりもできるものになっているんですけども、めっちゃくちゃ色が可愛いんですよ。本当にフレッシュ感があるような色で、オレンジっぽい黄色っぽいそんな感じの色なので、この季節に本当に使えるっていうカラーになっています。アイカラーに使っても本当綺麗なオレンジっぽい色が出てくれて、今時っぽい色合いになるんじゃないかなと思います。もうちょっと重ねてみようかな。こんな感じでちょっとポンポンポンって、すごい可愛いんですよね。これが色がこうほてった感じではなくって、ちゃんとこうオレンジっぽい黄色っぽい感じの
色の出方なので、すごくそれが可愛いなと思って、最近ほんとこれをよくチークに使ってます。割と皮膚が薄い方ではあるので赤みが出やすかったりするので、もう塗らない時とかも全然あるんですけど、ちょっと雰囲気的にやっぱ使いたいなとか、やっぱ血色は全然良くなるので使いたいなって時に、このエトボスのミネラルマルチパウダーはすごいいいんじゃないかなと思います。ミモザオレンジめちゃくちゃ可愛いですって感じで、ちょっとね量が多いのでポンポンポンと早めにご紹介していってるんですけども、続いてスキンケアの紹介していきます。キンズのブースターなんですけども、これめちゃくちゃよくって、もう本当になくなりそうで、もう早く買い足そうかなって思っている感じなんですけども、これは洗顔後に、すぐ手に出して肌になじませるっていう使い方です。一番最初に使うアイテムなんですけども、これを使い出してから、一時期ちょっと肌荒れが気になるっていう風に話をしてたと思うんですけど、これ使い出してからどんどんこう肌の調子がなんか個人的に良くなっていってるなっていう感じがあって、で他にもね美容液だったりだとかも試してたりしてたんですけど、中でも一番ブースターがすごい良かったなって思いました。ちょっとねこう発酵っぽい感じのものになるのかな、そういうなんか香り、ヨーグルトっぽい感じの香りがするなって使ってて、感じていたんですけども、夜は2プッシュ、朝は1プッシュっていう感じで、一番最初にすると本当にねなんか肌が整う感じがするんですよね。個人差はまあ本当にあると思うんですけど、私は使っててすごいこう、肌の調子が良くなったりだとか、なんか肌全体のキメの細かさみたいなのがすごいやっぱ翌日とか普段と違うなっていう感じとかも感じていたので、おすすめのアイテムかなと思いました。他にもブースターいろいろ使ったりはしてるんですけど、これはこう肌の調子を整えたいなみたい、安定させたいなっていう時に割と使うことが多いブースターでした。続いてこちら、これはね購入品紹介でも、最近ご紹介させていただいたんですけども、ドクタージャルトのティートリーメントスポットです。幼馴染の水木に教えてもらって即購入して、もうずっと使っているアイテムになるんですけども、吹き出物だったりニキビができた時に綿棒をつけるんですね。でその綿棒でちょっとこうできちゃったところにちょんちょんちょんってつけて、そのまま一晩眠ると翌日にはその膨らみが落ち着いていて、またさらにその翌々日同じようにしてまた寝てってすると、赤みもだいぶ消えて本当に小さくなっているので、治りがすっごく早くなります。いろんななんかニキビの薬だったりとかも昔から試したりとかできた時はしてたんですけど、こんなに早いものは今までに出会ったことないなってくらいすごい万能なアイテムでした。はい、で続いてもスキンケアアイテムでこちらですね、クリスティーナのリフレッシングマスクです。これは一番最後に、肌全体に伸ばしてあげるっていう感じの使い方のクリームになっているんですけども、これもめちゃくちゃ良かったです。お世話になっている、サロンさん、ニベルさんっていうところで、前回のお気に入りの時にクレンジングミルクを紹介したんですけど、またそこでねこの、クリスティーナのアンストレスリフレッシングマスクっていうものも購入していて、毎日ではないです、週に2、3回くらい、まあ私大体2回ぐらいのペースとかが多いんですけど、全部スキンケアが終わった一番最後にこのクリームを塗って寝ると翌日がね全然違います。これも透明感っていう感じとか、なんか生き生きさだったりだとか、もちろんその乾燥とかも落ち着いてたりだとかするので、すごくこれ使い出してから本当にまた肌の調子が良くなってきたなって感じもしているんですけども、香りもねめちゃくちゃ落ち着くんですよ。なんかちょっとほのかに甘い感じの香りで、ちょっとピンクっぽい感じのクリームになっているんですけど、量も本当にちょっとしかいらない、結構伸びが良くてちょっとしかいらないので、まあ、値段はするんですけどコスパはいいのかなっていう風に感じて、まあ週2回だしね使うのも、このねアンストレスっていうシリーズが結構こう肌落ち着かせてくれたりだとか、そういう風にちょっと肌が揺らぎがちの時だったりだとかにもすごいいいシリーズみたいで、2ヶ月ぐらい使い続けて感じているので、ちょっと今日これも紹介してみました。はい、では続いてこちら、マフィトのボディオイルエンハンスというものです。これめちゃくちゃいいですね。香りがすごいすっきりとした感じで使いやすいっていうのもまずあるんですけど、ボディオイルってなんかこうベタベタした感じ、お風呂上がりに使うとちょっとベタつき気になるから嫌だなっていうような印象がある方も多いのかなと思うんですけど、これ全然そういった感じがなくって、伸び
はいいのにベタつきはそんなになくて本当に肌にスーッと馴染んでくれるんですね。で、精油がですね、ラベンダー、ローズマリー、オレンジ、パルマローザ、ゼラニウム、長寿、だったりっていうものが入っているので、本当にこうさっぱりとした、さっきも言ったような香りっていうのも使いやすいなっていうふうに思ってるし、あとは疲れだったりとかターンオーバーにアプローチっていうことで、こう肩とかにもね、こうやってマッサージをしながら私は使ったりしています。あ、ボディオイルこんなに使いやすいんだっていうふうに使って感じたアイテムでしたね。まあ、これからね、夏でね、肌見せとかも洋服とかでどんどんしたいなとも思っているので、そうやっぱ気をつけたいなと思ってとこれを使っています。はい、そして続いてがですね、食品系になるんですけども、こちらオートミールです。まあこれっていうか、オートミールっていうのが私の最近のお気に入りなんですけども、まあ、Vlog でも紹介してるし、今更なのかな、ハマっちゃいました以前はヨーグルトでしか食べたことがなくって、そう、そしたらテレビで特集があって、いろいろこれで調理をするのもできるっていうのを知ったので、いろいろ作ってみたんですけど、すごいそれが、まあ、楽しいし、こんなに美味しいんだっていう感動もあるし、これのいいところが、まあ、とにかく腹持ちがいいので、もうこれで本当お昼とかは全然いいかなっていう感じです。で、Vlog では多分ガレットをね紹介したかなと思うんですけど、最近のお気に入りはビビンバ風っていう感じのものをよく作ってて、もうめっちゃ簡単で、これに、ちょっとお水を若干浸るぐらい入れて、卵、キムチ、まあ、あとお好みで、まあ、チーズ入れたりとかコチュジャン入れたりとかして、そのままレンジでチンするだけなんですけど、めっちゃ手軽だし、すごい美味しいし、お米ですねを食べるよりなんか罪悪感が若干ないかなっていうのもお腹空いた時にねあるので、最近ハマっている、食べ物でした。なんかいろいろ私も今インスタグラムとかで、作り方レシピとかも探したりとかしてるので、もしなんか美味しい食べ方とかあったらぜひ教えてください。じゃあ続けて食品系なんですけど、こちらこれめっちゃ美味しいんですよ。カルディでねこれ購入したんですけども、おもとはちみつっていうもので、もうねヨーグルトにかけたらもうとにかく絶品だし、私がすごい好きなのは炭酸水に割って飲む飲み方で、すごく美味しいんですよね。さっぱりとした感じで、他の味もあるみたいで、それはまだ試したことがないんですけど、それも試してみたいなっていう風に思ってます。まだパンにのせたことはないけど、パンとかのトッピングにのせても美味しいみたいなので、ちょっといろいろ試してみたいなと思っている商品でした。ちょっとこれジュースで伝わるかな、果肉が入ってるんですよね。それもすごい美味しくって、はい、ハマってます。ちょっとね、なかなか食品系って私はあんま紹介したことがこういうのでないんですけど、めっちゃ美味しかったので紹介したいなと思って紹介してみました。では一番最後がこちらですね、バッグです。すごくね可愛いんですよね。サイズ感がねちょっと小さい感じにはなるんですけども、それがまた可愛いっていうバッグになります。色もねこのちょっとくすむ感じのグリーンっていうのにすごい惹かれてるんですけども、すごいお洋服のワンポイントになります。で、まあ持ち手もこうやって手に持つこともできるし、今使ってないんですけど、ショルダーのこういう紐もついてるので両方で使えるのもすごいいいなと思ってるし、ここにチャックでポケットもあるし、中もカードケース入れれるような感じのデザインだったり、ここチャックになってたり、小さいんだけどすごい使い勝手もよくって、なんかお呼ばれの時とかにもこう使えれるじゃないですか、こういう形とか。だからすごいそれもいいなって思ってて、合わせ方はでも本当にシンプルな感じの黒とか白とかのコーデにこういうの持ってきたりすると映えるので、そういう風に使ったりしてます。最近すごいこのね形が可愛くて気に入ってたので、ちょっとこのバッグも紹介したいなと思って紹介してみました。はい、ということで以上ですね、最近のお気に入りのアイテムたちをご紹介してみました。まあ本当に最初に言ったようにスキンケア類が今回もほぼ多かったかなって感じだったんですけども、食品とかもちょっと今日はね紹介してみました。ぜひまた皆さんのおすすめのものだったり、まあハマっているオートミールの食べ方とかあればぜひお待ちしております。ということで最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また次回の動画も見ていただけると嬉しいです。ではバイバイ。